ですから対クリーンナップとか対1、2番とか、はい、全然石川も意識しないで各個人個人のバッターに普通に自分の投球をするっていう感じに見えてしまうんですがいかがですか。さっき言ったのはアマチュアのバッターとそのプロのバッターってやっぱ違いはあると思うんですよね、はいはい、その中でそのルーキーなので、うん、多分そのプロにバッターに対して投げるのも初めてなことだと思うので、うんはい、そういうところでいろんなことを試していければいいのになっていうのは思うんですよね。でもやっぱりそのルーキーさっき自分で石川本人が言ってましたけども、ルーキーなんでそういう立場じゃないっていうふうなことを言ってたので、これは打球がぐんぐん伸びていきます。ホームランになりました。3番の松山龍平、右中間スタンドへホームランが生まれました。ツーランホームラン、9対3であります。これは石川が初めて食らった長打というね、はい、そういう一本になってしまいましたが、そうか、今薮田さんがおっしゃったようにもう、バッターとかゲームとかということを考えないで、このボールはどうなんだろう、このバッターに試すのもオープン戦であり、はい、ただ石川は自分でルーキーだから結果を出したいと、はい、というね、それ以外の部分もあるわけでしてね。そうですね、まあなのでアマチュアでは抑えてたボールがプロに入れば簡単に打たれるっていう、そういう違いとかも、はい、いろんなこと試せると思うんですよね、うんうんうん。